何それ。プロ野球選手になるため、まあ野球やってきたんで、こういうところで活躍できる選手になりたいなと思います。180センチの長身から投げ下ろす最速141キロのストレート。中学生の硬式野球チームギノワンポニーズでひときわ力強いボールを投じる東浜聖和さん。遠投でも遥か外野の土手を越え100メートルを軽々超える強肩ぶりを披露。中学生離れした剛速球にチームメイトも、最初はゆっくり投げてくださいって言って、だんだん慣れてきて早く速い球を取ってきました。めっちゃ速くて普通に相手チームだったら打てないと思います。まずは遠投させたんですよ。そういう人はいきなりいいボール投げるんですよ。お前肩ついなということで、じゃあもうそのままピッチャーやりなさいと。今のオリックスの広谷君、宮城君と同じような同等のレベルを持ってるんですよ。次はお前だよということは言ってありますので。中学2年生の時から140キロを超えるボールを投じ、去年夏にはアンダー15の日本代表侍ジャパンにも選ばれた聖和さん。実は東浜という名前の通り、福岡ソフトバンクホークスで活躍する東浜直投手は鳩子にあたり、幼い頃から目標とする選手でした。東浜直選手がまあ親戚っていうのを小学校4年生の頃に自覚というか知りまして、まあ、そこでが一番大きいんですけど、まあ、チームで勝って甲子園行ってそこで優勝できる、もうそんなピッチャーになりたいなと思ってます。ただいま。苦手科目はあるんですか？苦手は、英語っす。英語が苦手です。一番苦手かもしれないです。家に帰ると自宅ではスマホを触るか宿題をするかという普通の中学3年生。趣味を聞くと意外な特技を挙げてくれました。なんかいろいろ腸まで行くんです。腸とか奥まで行くんですよ、はい、奥だったりもなんかえぐい桁行くんで。ソロ版やピアノ、書道などこれまで様々な習い事をしてきた聖和さん、中でも特に夢中になったのはチーム全員でボールを投げ合うドッジボールだといいます。ドッジボール投げるあの大きいボールを、まあ、その力もつけますし、なんか遊びでやったら楽しいなって思って。その後野球を始めたのは小学4年生と、周りの選手と比べると少し遅めのスタートになりましたが、ドッジボールで培った技術は野球に通じるものがありました。手だけでやっぱり投げ切れない、力伝えきれないので、体全体使うのはやっぱりいいかなと思います。最後のワンプレーで当てられて自分のせいでやっぱり負けてしまったっていう、これで泣いてしまったこともあったんですけど、それでまた、ね、次はそうならないようにっていう学んで成長できる部分もあったんで良かったと思います。今ではすっかり野球に集中し、憧れの東浜直投手のようなプロ野球選手を目指す聖和さん。中学校での活躍から全国20を超える高校から誘いの声がある中、関東の強豪校へ進学を希望しています。夢と目標は違くて、夢はもうプロ野球選手で、甲子園には、まあ、もちろん高校野球してたら全員目指してる場所なんで、そこに行けるくらいの実力にはなりたいなと もちろん思ってます。さらなる成長を求める15歳の剛腕は夢を追いかけ、この春沖縄から羽ばたきます。